ドイツのインダストリー 4.0、 アメリカのインダストリアルインターネットコンソーシアム。今世界で IoT を基盤とするものづくりのデジタル化による第4次産業革命の動きが活発化しています。この大きなうねりの中で、日本の強みを生かしたものづくりの変革が必要です。 IVI はその実現に向けた場を提供します。インダストリアルバリューチェーンイニシアチブは、企業の垣根を越えて人と人とがつながる場を提供しています。我々はこういった場を通じて、日本の強みである人・現場を主体とした日本の製造業の高度化が実現されることを目指しています。製造業における IoT の活用は黎明期であり、特に現場レベルでのケーススタディ、ノウハウ、活用人材は多くの企業において不足しています。 IVI では、業務シナリオワーキングとして IoT 時代の製造業の課題と対処のケーススタディを、実証実験を含め企業を超えて共有する取り組みを行っています。データによる品質保証、 IoT による予知保全、匠の技のデジタル化など、テーマは現場での具体的な活用を狙ったものです。大企業から中小企業まで、多様な人がワーキンググループを組み、一つのテーマを一緒に検討していくことで、ノウハウを共有し学び合う場となっています。現状の課題をアズイズ、 IoT などを活用し、無駄をなくしたあるべき姿を 2B として、ワーキンググループごとに検討・定義を行います。そしてその実現性を検証するために、実際の現場で実証実験を行います。各ワーキンググループの参加メンバーは、それらの詳細なレベルのノウハウを共有します。全体としての成果は、シンポジウムや印刷物として広く公開し、同じような課題を抱える製造業へのリファレンスとして活用されます。また IVI は、そのノウハウを積極的に社会に還元していこうと考えています。各地域における意欲的な企業や、それを支援する組織などが一体となり、学びの場の基盤作りと継続的なネットワーク形成を行うべく、ワークショップ形式のセミナーを開催しています。その中には、簡単に IoT を体験していただけるようなコンテンツも準備し、今すぐ始められる、より現実感のある取り組みとなっています。 IVI の重要なコンセプトの一つが、緩やかな標準です。日本の強みである現場レベルの改善を想定し、現場・工場がつながるための仕様を、各社独自のものから段階的に共通化していくことで、競争領域での各社の強みを保つことを考えています。 IVI が検討するのは、現状の困りごとだけではありません。5年・10年先を想定し、 IoT が実現する未来の姿を検討する未来プロジェクト活動、 IoT をサポートする各種プラットフォームのリファレンス構築を、プラットフォーマーの皆さんと実現していくプラットフォーム活動、国際的にも高く評価されているインダストリアルバリューチェーンリファレンスアーキテクチャを通して、日本のものづくりの考え方を世界へ伝えていくための国際標準化活動、プラットフォームインダストリー 4.0、インダストリアルインターネットコンソーシアムなど、世界の団体との連携を目指す国際活動、 IVI の活動を周知するための年2回のシンポジウム開催など、さまざまな活動を行っています。欧米では、新しいものづくりのあり方をトップダウンで行うスマートマニファクチャリングが提唱されています。一方、日本では
人や現場が起点となった改善活動が得意です。 IVI はこうした日本のものづくりの考え方を取り入れたリファレンスアーキテクチャを世界へ向けて発信しています。決してガラパゴス化に陥ることなく、グローバルでボーダレスなコラボレーションを推進しています。これからの時代、つながることが最大の競争力となります。 IVI が提供するつながる仕組みで製造業の新しい時代を作っていきましょう。